正直なんで私なんだろうラーメンでいう味付けがもう豚骨とか味噌とかすごい濃い方たちの中だからこそ豚骨ですか川田さんこれかよ <laughs> <laughs> ニンニクマシマシのね <laughs> オファーを受けた時の心境はいかがでしたかそうですね正直 いやなんで私なんだろうってすごいびっくりしたのとあとこの色濃い皆さんの中でどうやってお芝居したり生き抜いて生き,生き抜けるんだうっていうかなんですかね自分らしさを出せるんだろうっていうのにすごく迷いましたねでもこうラーメンでいう味付けがもう豚骨とか味噌とかすごい濃い方たちの中だからこそ私はもう逆に塩でその。 純粋にありのままで演じた方がその乃木さんらしさが出るんじゃないのかなと思いながらあの素直にお芝居しましたどうですたまらんでしょうおおよいいですね <laughs> で毎回言うたびに何か台本を読まれてから確認してから言ってるいやいや衛星から飛ばしてますのでつーまつ <laughs> さんとんこつは特に誰のことを指してたのかちょっと え、豚骨ですかもう河田さん <laughs> 俺かよ <laughs> <laughs> ニンニク増し増しのね <laughs> <laughs> 後ろにチャーシューもいますけどね <laughs> <laughs> メンマとチャーシュー <laughs> 本当だじゃないですよ、本当だって <laughs> 自分以外の推しキャラは誰ですかという、えー、質問なんですけども玉山さん、常松さんいかがですか そうですね、今回のシーズン2から初登場するんですけど、まあ、僕の,あの横にいつもいるダッチワイフというか瞳っていうんですけど <laughs> 彼女ですなるほど、まさかの人間じゃなかったという <laughs> 分かりました、そ、はい、そしてそうですね、私はそんな川田さんが推しキャラですね。もう シーズン1からシーズン2まで最後まで自分の好きを貫き通す姿がもう見ていて爽快だなって思います。